はい、昨日買ってきたフィットニアですけど、1つの鉢のものを2種類に分けて、育てていこうっていうことで、グラスにセラミスを入れたものと、あと、素焼きの鉢に、鹿沼土を入れたもの、こっちはある程度、水分が保たれているもので、こっちはもうできるだけ通気性のいいようにっていう風にして分けてやったんですけど、今日見てみたらもうなんかこの葉の弾力が全然違ってきてます。こっち素焼きの水はけがいい方はなんか葉っぱがふにゃふにゃになってきました。こっちはすごいまだ張りがある。もう1日しか経ってないんですけど、こんなに差が出てきました。これもうなんか根のところもカラカラになってきてるって感じです。こっちの素焼きの方ちょっと水はけが良すぎて水分がちょっと足りてないのかもしれないですね。明日もこんな感じだったらもうこの素焼きの鉢の方をグラスとセラミスに、変えていこうと思います。このままだったらもう、こっちのフィットニアはもう死んじゃいそう。ちょっと明日見てみて、ダメそうだったらもう変えちゃいます。でも2つに分けててよかったです。セラミスの方しっかり生き残っててすごい弾力があって、こっちは生き生きしてる。また明日ちょっと動画出します。次の日、はい、おはようございます。昨日動画で出してたんですけど、フィットニア、この2つに分けた方の、素焼きの鉢に入れた方のフィットニアがもうしおれてきました。こっちと比べて分かりますかね、なんかすごいボリュームもなくなってきて、葉がヨレヨレになってきました。水はけが良すぎて水分が足りてない状態になってるんじゃないかなと思います。なんでこのグラスのセラミスに入れた方はすごい張りがあってまだ元気なんで、こっちのやり方にこれも変えようと思います。このままだったらもう死んじゃいそう。なんで今日はこの素焼きの鉢の方はもうやめて、グラス、こういうグラスにまたセラミス入れて植え替えようと思います。これでこのフィットニアが復活するかどうかもまた見ていきたいと思います。はい、それではこの素焼きの鉢にあったしおれたフィットニア、このグラスにセラミスを入れて植え替えていきたいと思います。下にねちょっとだけ軽石入れました。その上にセラミスをどんどん入れていきたいと思います。これを出していきたいと思います。根がどうなってますかね。はい、もう簡単に出ました。根がパサパサですね。水分がもう全部取られたような感じ。これをグラスの方に移していきたいと思います。
応これでグラスの方に植え替えたので、しっかり水をあげていきたいと思います。ちょっとすごいしおれちゃってますね。これがちょっと復活するかどうかやっていきたいと思います。お水をあげていきます。お水ちょっとたっぷりめにあげていきたいと思います。セラミスは保水すると思うんで、保水効果が高いんで、これで復活してくれればいいんですけど、ちょっと見てみないと分かんないですね。はい、今水をあげました。これでちょっと様子を見ていきたいと思います。植え替えた次の日、はい、今朝この、セラミスの方に植え替えた、フィットニアなんですけど、もう復活してきました。すごい、この葉っぱにすごい張りが出てきた。あれだけふにゃふにゃになってたのに、やっぱり水が鹿沼土、の方だと水が枯れすぎてたんですね。水はけが良すぎて、このフィットニアには、水分が足りなかったみたいです。すごいいい実験になりました。これからはこの、グラスと、セラミスの方で、どれだけ育っていくかっていうのをまた動画で上げていきたいと思います。その後も元気に育ってます。部屋ではシェルフを購入してこんな風に並べてます。こんな感じで元気に育ってます。もう一つに分けた方は洗面台にこんな感じで置いてます。夜はこんな感じですね。朝が特に綺麗でかなり癒されます。このグラスに入れたのが良かったと思います。この後一度水をしばらくあげ忘れてたんですけど、もう鹿沼土の時みたいに、しおれてしまったんですね。だけど、水をあげるとすぐに元通りになりました。なんで、すごく育てやすいと思います。初心者にもおすすめです。